メネとガイルに対抗できるキャラ。おー。これ勝ち抜くために。まあでも言うて、今上がってるキャラクターたちは勝てるんじゃないと思っちゃうけどな。でもやっぱ変わんねえよな。なんか降臨。今だとウィナーズが降臨ユリアンで、これ、アンカーにしよう。降臨ユリアンで、ラシード、まあ一応コーディ。まあ ラシードだな。ラシード、キャミー。で、ガイル、ザンギアビー。あとなんだ下。下がリュウと、あとポイズンバーディーミカか。まあでも、しょうがないんじゃないって思っちゃうけどな。俺も、今回反省だからな。ホーリーインディアンは全然まだ強いと思う。強いけどでも、やっぱ苦手なキャラはいるから、俺はやっぱ今シーズンキャミーが湧いてるというか、キャミーと当たった時に時々どうするんだろうな、みたいな。あと俺ラシードもきついと思ってるから。コーリンは、強いんじゃない？まあでも、10強に入る、候補の中にいる。だから全然大丈夫だ。俺は、言うたら強さ的には、エドもそこら辺にいると思ってるから。弱くはなったと思う。弱くはなったと思う。だからまあ、カーノが上手いとは思うけど、弱くはなったと思うよ。いざこりもなぁ。なんかもう、当て身と暴れが、やっぱすごかったな。10、まあでもね、そういうキャラめちゃめちゃ多いから、10、5、5入るかな。俺的にはなんかそのキャミーラシード、カリン、とかきついと思うんだけどね。だから結局上行った時に勝てないの、キャラだなと思うんだよね。なんかそれはすごい感じてたんだよな、昔から。トップ8からきつくなるみたいな。あとね、俺はキャラランク2個あると思ってて、と、キャラランク2個あると思ってて、なんかその CPT ルールと、ストリートファイターリーグルールで、なんかキャラランクを分けてもいいんじゃないかなと思っちゃうわ。なんか、トーナメントだと、あ、これ、その場じゃ入んない。なんかトーナメントだと、結局、その、小技から、なんかリターンが高いとか、だからシーズン4の一番初期って、まあ、ラシード、ゴーキー、カリン。まあ、とにかくカリンが優勝しまくった年か。なんかそれって、その、サンフレ暴れから、なんかリターンが高いとか、なんか置き攻めで、投げ式をしっかり枯れる行動が、ついてくるとか、なんか守りの面で結構安定しやすいとかさ。で、崩しも、やっぱ投げ抜けに対して、歩きが速いからリターン取りやすいとか。なんかそういうとこだと思ってたのよ。ユリアンってやっぱ強いんだけど、結構、なんか爆地要素高いっていうかさ。やっぱ時後のプレイを見てても、やっぱ結局、まあ、困ったらやっぱ、EX ヘッドで、無理やり行くっていうのが、まあ、強い行動なんだけど、
なんかそれを、この CPT のルールで、なんかずっとやり続けるのきつくねっていうのが俺の感想なのね。そう、でも、ストリートファイターリーグだと、2先勝てばいいだから、なんかそういう爆地キャラが、めちゃめちゃ強いというか。で、あとは、すごい簡単なキャラクターなんで、まあ、使いやすい。で、二択を決めればいいっていうだけだから、人読みすれば、勝てちゃうとか。そう、なんで、人読みでも、とにかくぶっ放しで、勝てちゃうみたいな。そう。で、アビゲイルとザンギーが、トーナメント安定してるのは、足切り能力が多分超高いんだよね。ただ今回、ガチ君とか勝ち上がってないから、そのまま行きそうな感じはする。結構俺はやっぱなんかラシード、キャミー・カリンに一生なんか苦しめられてんなっていう印象あったかな。なんかやっぱルールによって、そのキャラの評価もだいぶ俺変わっちゃうなっていうのは思った。で、自分はそのストリートファイターリーグは、ピンポイントで対策すれば、ピンポイントで人読みすれば勝てる、大会だと思ってたから。まあ、なので、そういう評価になってる。まあ、なんで次のリーグがいつかわかんないけど。それに合わせて、ユリアンは仕上げたいなって感じ。絶対武器になるから。まあ、あと、もう、エドの未来がなさすぎて。エドじゃねえや。ギルの未来がなさすぎて。そう、そういう意味だとガイルも足切り能力高そうなんだが、結構やっぱ落ちたと思うけどな、今回のガイル。まあ、10強にいるとは思うけど。うん、俺は、梅原さんは強いってよく言うんだけど、ね、シーズン4の一番初めもね、それ言ってた。5強あるんですけど。さすがに、ラシード・イブキ・カリン。あと、ゴーキーに比べたら微妙じゃねって思ったけど。なんか、ラグい。